チャンネルです。今日も中山川ダムに来ていました。すでに風が吹いてますが釣れるかな。スタート。サンゴハートテイン。ナイスサイズです。ナイスます。大きだった？ホモラインだ。あれ。あれ。はい。なります。はい、戻ろう。このカラーで釣りました。なんだかんだでカットテールとかああいうやつか。最強カットテールです。ダメだよ。何でもかんでもカットテール投げときゃ釣れるって。あ、え？そう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 。でかい。回そうか？お、どうかな。おお、でかい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 よ。カットテールだね。まだ来るよ、まだ。うわー、ぶね。50いったかな。50。これは50って言うんかな。この子、ここ。ここ
しっぽある予定の子じゃけ、こうしっぽある子じゃけ、この子、はい、50はい、50おめでとうございます。うん、まあそうですね。カットテール。なんだかんだでカットテールだね。カットテールなんじゃ。カットテール投げたら釣れるんじゃない。やってることは一緒なんだけどね。やっぱワームサイズとか色とかそういうのいろいろあるんじゃないね。風を制するものが中山を制する。じゃあ私は風を制したのか。俺が制したの。俺が制した。ボートソースですね。何を言ってるの。確かに。すべての超過を俺が言ってこそ。みんな上がってないの。バックヒートの音が正解。流しかけた。スプリングか。いや別にいいんだけど。いや別にスピニング出してもいいんだけど。まあ同じことしてもね。まあまあ。あ、長い。滝だ。そう、ずーっと。ツーフィッシュだよ。ずーっと同点じゃね。今長かったしな、今のウッドな。ベルミナだったよねっていう名前だと思います。あ、また風が逆になる。最後の魚が触りたいな。衛星最後の釣り。衛星最後の50ってやつね。おお。最後って言った。50アップだね。まあいい。今世紀最後の。スピニング出すか。カットテール出すかな。カットテール。
すっげえ曲がる。おお。うわ、ちょっと筋肉質じゃん。おお。ナイスフィッシュ。23ぐらい、4か、3.5。イエーイ。ミス。おお、いいサイズだ。っていうかさ、なんで俺が今バラした時に釣るん？なんか悪意を感じるよ。ああ、ドラッグが上がってくるよ。あ、でもいいサイズだね。50はないかもしれんけど。あ、あるかな。うわ、重いな、こいつ重いよ。やりました。重かったです。はい、何センチでしょうか。もう行ってみた。もうこれよ、今日2本目よ。まあ、2.50 すりますね。イエーイ、あげとくか。やったね。森蔵さんだ。よし、する。ライトイカのダウンショット、逆差し。逆かどうかは分からんけど。大きいんかな。どうなんかな。どうなんかな。よくわかんないな。なんかでも怪しいな。なんか擦れてる感じがする。口の中に。ちょっと遅かったけんね。口の奥に入っとるかなんかで歯に当たっとる感じがする。上がってきません。おー、でかい。おー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 、ほんまにでかかった。びっくりした。思いのほか早く上がってきた。あー、でもいやー、ああ、全然歯に当たってないわ。ほい、でか。ライトイカ。ライトイカ来た。はい、ライトイカ。はい、見える？ライトイカ。いいとこかかってんじゃん。うん、何がラインが擦れてるよ。はい、ライトイカ逆差し。逆か？よくわかんないけど。よし。これ50いったっしょ。うん、それはいってるね。いったやった、うん、おい。手置いたら50なかった。さっきの私のよりでかい。よいしょ、50。一番でかかったら53じゃけど、まあ50アップでいいや。
軽いからさ、うん、ふわふわ落ちるかなと、うん、ちょっと緩い感じになるかな、うん、でこれにしてみました。